チェッカードフラッグが間もなく振られようというところ、試験を通過していく、最終コーナーを立ち上がっていく、ゼッケン71番に、さあチェッカードフラッグが今振られました。212周ゴールイン、チェッカードフラッグ。2003年鈴鹿8時間耐久オートバイレースはなんと温水幸男の初優勝、玉田岳本当に自らの手で勝ち取った8体の優勝でした。岡田が両手を挙げました。そしてその持っていた額の中には加藤選手の遺影があったはずです。僕らにホンダの連覇のプレッシャーがかかってたんで、やっぱりね、今までこういう心境で走ったことないんで難しい状況でしたから、だけど、僕ももちろん頑張りましたけど、もう今日の勝利は相方の温水さんと大二郎に捧げます。